フリーさん、静電気直そう。いや、発電機な、発電機気をつけて。いや、自分が静電気って言ってるから。あ、ちょっと待ってください、ね、うん、誰か来た。やばい、宅急便だ。宅急便かい。待ってください、ちょっとごめんなさい、一回ちょっと。宅急便待ち、いいよ、行ってきな。宅急便待ち、ちょっとゲーム中じゃなくてよかったよ。すいません、今栄光ちゃんが宅急便取りに行ったんで。青木さん、ちゃんとやれ。すいません、リオさん、行ってら。宅急便わらこのタイミングでやっぱ宅急便来るってすごいよね、栄光ちゃん。あ、また来た、教官。な、めっちゃ近づいてきてる。めっちゃ近づいてきてる。めっちゃ近づいてきてた。はい、どうぞって言ってるよ。エコちゃん聞こえてるよ。ちょっと僕もうまいとこ見せたいんで、1週間ぐらい練習して1回。キラーはもうその後で、キラーをまたゼロから皆さんに育っていく姿またゼロから見せるとして、サバイバー一回休もうかなと思って。あの、栄光ちゃん全部聞こえてんのよ。それじゃあそこ置いといてくださいとか、みちさん上手くなる過程が見たいんで。いや、わかるんですけどね。だからちょっとここまでちょんちょんちょんってこう上がってきて、今こう停滞期というか、ダイエットでいうところの 2,3 キロ痩せて止まる時期あるじゃないですか。それだと思うんですよ。いやいや、栄子ちゃん、はいはい、聞こえてたよ全部。あ、それ、あの、そこ置いといてくださいとか、うん、やばい、すいません、お待たせしました。始まりました。何届いたの、栄子ちゃん。いや、あれなんですよ、実家からいろいろと送っていただいて。あ、今出れないから。さて、行きますよ。集中集中。もうスキルチェックミスだけやめてほしい。なんで慣れないんだろう、あんなことが。やっぱ緊張するんすかね。緊張してる、見られてるっていうのと、いいとこ見せたいってやつだね。ゲームセンターでも後ろに人立たれるとすっごい。あ、また来たじゃん。どうすんの、行くのか、エコちゃん。ちょっと待ってね、ギリギリまで頑張ります。いや、これは無理でしょ。ギリギリまで頑張ります。無理でしょ。猫ガン付きだよ。猫ガンガンついてるよ今。もう帰っちゃうよその人。わー、出た、嫌いなとこ。なんだー、もういや、もう集中しろって。だから集中しましょう。集中、あ、ついてんじゃん、それついてるし、もうついてるし。やだこの人、やだこの人、やだよこの人、やだよー、やーなんだよーだどういう状態ですか今。ちょっとオートロック開けたんで、もうほんとマジでやだ。一回もう一回扉の前に来たらピンポン鳴るんで。うわー、もう何やってんの、猫ついてたじゃん。フォークバックやられちゃったよ。ちょっと一瞬、ちょっとお風呂かけて、ちょっと一瞬待ってください。どっちなのよ、その一瞬待ってくださいが。どっち、宅急便ゲーム、どっち、どっちの会話してんの、栄光ちゃん。宅急便なの、ゲームなの。宅急便でした。宅急便かい。オッケー釣られてんだよ俺もう。やばい宅急便かい。あ、これ栄光ちゃんでしょ。はい、僕ですいるから動きます。いや、全然音しなかったから。この人音しないのよ、無口なタイプ。うわ、すげえ硬だって。俺担いだままやってんもん。あ、逃げれたナメプそれ、ナメプナメプだよそれ。覚えたてのやめて。マジナメプ。何この人、もう人思いにやってくれ。よし、逃げましょう。なめられてるみたいっす。人思いにやってください。ナメプみたいっす。
エコちゃんやられた？はい。うわうわ来た俺だ。ナメプー。ナメプしやがって。なあな。え今ナメプですかもしかして？今ナメプ中。逃げた。マジプしてくれマジプ。直そうぜ。ありがとうございます。後輩なんですよ。ありがとうございます。後輩なんです。あ、来た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 。ああ、何やってんの？二人でやってっからだよバカみたいにさ。ナメプ。俺たちがナメプなんですけど。いいっす逃げてくださいもう。ほっといてよ自業自得です。いやいや、俺らもナメプよこんなの。はっきり言って行けるとこまで直しとこうせめて。あの人どうせ釣らないから。舐められてからの俺たちの意地見してやろうぜ。じゃあ、あれエコちゃんいなくなった？あ、いますいます。どうせ釣らないでしょ。もう釣ってください。あ、直します直しますよ直しますよ。いいですか？いいんですか？そのまま行っちゃいます？直します直します。ほら、あ、来た来た来た来ました来ました。ごめんなさい俺のせいかな。すいませんでした。俺のせいか。え、石山さん今倒れてる状態ですか？違う、釣られた。あ、石山さん死にました？死んでない。死んじゃった。俺のせい、俺のせいもあったよな今の。ちょっと俺何にもしてない。品川なんかしろ。品川状態だよこれ。わかるんだよコメント見なくても。品川なんかしろって書かれてるってわかるんだよ。最近昼間一人でやっててもコメント見えてくんだよなんかしろって。ナメプにはマジプで返してやりましょうよ。やべえ、何やってんの？変なこと言ってっからだろうがマジで。ちゃんとやる。なんで治療始めてんだよ。バーンからの治療じゃないんで俺だよ。あ、見られてる見られてる、来てる来てる。あいつ自分で治療してんの気づいてなかった。やられた。治療してんの気づいてなかったよ。俺全然発電機直してると思ってたんですけど自分直したんですね。釣られました。どこ？びくしょびくしょ。エコちゃんだ。うわ、はい、やられた。あ、全滅 だよ結局。やっと開いたと思ったらやっぱ釣るのか。後輩です、すいません。どういう状態これ？最後だからお前ら釣れだろうみたいな。見届けろってこと？うん、ほら、ね、お互いやられてくとこ見とけみたいな。うわ、張ってても抵抗してるこの野郎。やろ、この野郎。俺からやれ先輩。しっかり見届けます。しっかり見届けます。行く。エコちゃん、おい、見届けるって言ったら。うわ最後、うわ最後、うわひど。何それ、聞いてんの？聞いてんのかよ。見届けさせろ。聞いてんの？あの人見届けさせろよ。聞いてるのかな。聞いてるんでしょうね。いや俺らの会話聞いてるがごとくじゃない。いやーナメプだ、初めて知った。ナメプ、え、やってんのまだ？ほら、はい、あれ何それ、もがきました。あ、マジで？ただ出口がどこだろう。やばい、時間ない。時間切れ。いや逃げてくれ。あ、ここまだ開けてないとこだ。そう、ダメだ。開け急げ急げ急げ。やっぱな、もうゴールしたい。頑張れ。もう一人だけでも逃げてくれ。これを見てるってことは、よっしゃよっしゃ、逃げろ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 。いや逃げた。よっしゃ逃げた。いや多分リスナーですねっていうこと。まあでもね、それも悪いことじゃないから、そうやって入ってくるのもね、はい、そういうゲームだから。
そういうこともあるか。品川さん、もう少し味方の動きも見て動いた方がいいかもしれないです。そりゃそうだよな。ほんとそう、ほんとそう。ただね、今日の味方宅急便取りに行ったりするんですよね。いや、まあまさかね。まさか、ね、2回連続来るかね。しかし、いや、なんか忘れたみたいで、うん、荷物あ2個あったけど。いやー、なめぷだったな。だってもうあれ最後さ、栄光ちゃん担いだの完全に会話聞かれてたよね。はい、見届けるって言ってから急に、うん、いやー悔しい。